んだけど、そう、私エリスっていう名前の役をね2回やったことがあって、あのエルカザドっていう作品のエリスと、このタコスのね、あと生徒会の一存っていう作品でもエリスっていう名前の役をやってたので、だからファンの方からエリスちゃん好きですって言われたら、うん、どっちのことかなってちょっと迷っちゃうんだね。はい、あれアイさんだったのか、生存のことかな、うん、エリスやってました、あの妹ちゃんです。そう、エリスわかんない、エリスよくわかんない。あ、本戦エリスちゃんはキャンバス2かな、違うけど、それは、はい、私じゃないか、かおりさんかな、はい、やっぱ懐かしい、 LA 懐かしい、アルミニウムシリコン、そうなんですね。この間イタシャフェスで歌いましたよ、モトガール、コールしてもらえて嬉しかった。 LA って何の略だったんでしょう、ロサンゼルスじゃないですね何だったんだろう、ね、ラスベガス、ロリコンエース略？え、違うと思う。エルカザドみたいなラジオまた聞きたい。エルカザドみたいなラジオということは、エルカザドみたいな要素ってどこだろう。どんなことしてたっけ？なんかちょっとしたミニドラマ的なのやってましたよね、確か。即興だったんですよ、毎回。そう、なんかシチュエーションとセリフをもらって、それを読んで、そうだ、メールのシチュエーションとセリフをもらって、読んで、で、聞いてた方がそれに答えるアドリブセリフを言うっていうコーナーだったかな。かなり頑張って毎回考えてましたよ。そう、宮野くんとやってました。大きいです、すごい。喋るときはこう会話するときはこう、すっごい背が大きい。4年前か、懐かしいですね。レッサ、そう、大きいんですよ。183くらいあるって考えると、このぐらい、こんなもんでしょうね。すごい大きいんですよ。そうなんです、細いしね横から見るとすごい、よくエヴァンゲリオンって言われて、初号機って言われてすごい、こういう種類。いいやつなんだけど、でかいんだよな大きいことは別にデメリットじゃないとないと思うんですけど、そう、ご結婚されましてね、お子さんもいらっしゃるんでしたっけ。いや、お父さんか。私は154センチぐらいぐらい、最近測ってないけど、多分背が高いやつは敵ってこと。そうなの、あれ、お子さんいらっしゃるの。お子さんもでかい、でかい。清水さんはお子さんいらっしゃいますか？嫁はいっぱいいるけど。いっぱいいる。嫁はいっぱいいるけど、子供はいません。産みたい。そうだよね、それは。これはカオスヘッドの。あ、なるほど。カオスヘッド
の世界観の中でとても流行っているっていう設定のキャラクターで、本当は絵がなくて、そのゲロカエルっていう名前だけですごい名前が出てきて、その渋谷で大流行りでみんな女子高生がつけてるっていう話なんですけど、それをなんかデザインを松尾幸宏さんが、メモとかのデザインとかされて松尾さんがデザインを起こしたのがこれ、あ、これはね、デブッチョゲロカエルっていうちょっと特別なやつで、本当はちょっと待って、これ何なんですか、はい、デブッチョ、デブッチョ、はい、はい、緑の細い普通のカエルが普通のゲロカエルで、赤いやつが燃えるゲロカエルっていうとこ、なんか熱血な感じで、で、黒いのが猫、猫目なんだっけ、名前わかんないけど猫っぽいやつで、でこれがふとつじょ、これはですね、イタシャンフェイスの時にあのニトロプラスさんのお店で買いました。かわいい、かわいい、超かわいい、すいません、下着とごちゃになってました。あ、そうですね、きっと、はい、割とそういう方いらっしゃる。私はね、見たことなかったんですけど、このカエルだけかわいいなと思って買っちゃいました。かわいいかどうか意見が分かれる。アマガエル系好きです。アマガエルとかアオガエル系が好きです。カエル好きなんですね。カエルだ、そうそう、かわいい、かわいい、カエル好きなんです。え、下着にも出てくるの？じゃあ下着だって言っても大丈夫みたい。ネタっぽいですね。まあまあそんな感じですかね。なんか似たりないところと、もうエア100万の話したし、ラジオで何してんすかね。褒められたら、こういう曲も言ってあげて、ちょっと気分を害したら、さっきの100万返してって言えばいい。言えばいいとか言って。もうあの会社入りたい。素敵ですよね、社長とそんなふうにこうアットホームな。重すぎですけど。でもすごくやっぱり、なんか、アットホームだし、家族ぐるみみたいな付き合い方っていうか、そのひろみさんがやっぱすごくいい人だなって思いました。なんか、あの時にコーラスタイプして、こう私の歌の時も後ろでコーラス入れてくれてた、あのミュウさんとエミちゃん、エミさんは、声優さんもやられるそうで、あれに出るな、今日境界線上のコライズ、あ、そうなんですね、はい、なんですね、はい、そう、その子の、妹さんが見に来てて、控え室にやってきて、で、兄弟かってなって、で、じゃあどうする、その2人写ってる写真お父さんに送るとかって言って、なんか、いやもう親孝行はいくらしてもしてもしてもいくらしてもしたりないから、できるうちにそのすごく優しく後悔のないようにねって教えてて、いいなって、お姉さんみたいだなって思いました。憧れます。ひろみ姉さんはいつバンブさん結婚するか、しないと思いますけどなんかその憧れます、ちょっとこう何年経ってその時にお互い相手がいなかったら結婚しようみたいなやつ、いやもう、あそこ、よくないですか、それ。いや、美味しいですけど、すごい。でも、マムさんとお客さんも親子みたいになってますからね。どっちが親？お母さんと息子みたいな。そうなんだ。あ、でもなんか、そういうのはすごくちょっと、憧れますね。憧れますね。夢がありますね。なんか、例えばこう、俺が、こう、海外になんか仕事とか出張とかで行って、帰ってきた時に、まだお互い一人だったら結婚しようみたいなよくないですか。ちょっと憧れる。でも結婚しちゃうよみたいな感じですよね。そうですよね、してから行けばいいですね一緒に行っちゃうよみたいな。そうはいかないものなんですよ、きっと。そうなんですか。それがお恋愛の機微っていうんですかね。もらってやるよ的なね。確かにそうですね。結婚しちゃいないはちょっと違うと思います
YOU 結婚しちゃいなよって書かれたら、芸能人の